こんにちは。今日ご紹介するのは、こちら。HDMI 入力、それから出力、両方搭載されました、こちらの Podcast の PCS35 という最上級モデルになります。こちらのご紹介を本日は、こちらの90ノアボクシーのディスプレイオーディオ、それから鉱石モニターを使ってご紹介をいたします。今回のご紹介の観点は、オッドキャストの PCS35 を使った注目ポイントについてご紹介をしていきたいと思います。まず一つ目の注目ポイントなんですけれども、パワーボタンをオフにいたします。例えば私が車から降りたとします。で、また外に戻ってきて車に乗ったとします。で、そこでパワーボタンをオンにしてエンジンをかけます。はい、そうしますとこちら見ていただくとお分かりいただけるかと思うんですが、即座に Android OS が立ち上がりまして、かつ Wi-Fi もつながるようになるということで、一つ目の大きな注目ポイントは何と言いましてもハンズフリーでネット環境が整うということになります。で、それはどういうことかと言いますと、特にこのノアボクシーの90系の最新のディスプレイオーディオがついてる車にお乗りの方ですと、非常にお勧めできるところなんですけれども、車内 Wi-Fi を使えるお車であれば、このパワースポットをオンにした状態にしていくことによって、立ち上げた瞬間に Wi-Fi がつながってネットを見ると、いうことが可能になるということになります。これは非常に使いやすいと思います。今までですと私のチャンネルでご紹介してたのは、テザリングでご紹介をしたりとか、そういったものを用意してわざわざセッティングをしなければならなかったんですけれども、今回はセッティングというのは不要で、もうパワーボタン、オン、オフということだけで、もう Wi-Fi 接続ができてしまうと。トヨタの車内 Wi-Fi とこのオッドキャストを組み合わせて使うことによって、より一層画期的な使いやすさになるというのが、まず一つ大きな注目ポイントになります。このように使うための注意ポイントがありますので、一つご紹介しておきます。こちらになりまして、通常皆様は iPhone を接続していて、メイン機種に設定される方がほとんどだと思います。私もそうだったんですけれども、これをメイン機種に接続してしまうと、ピカソを通常は使っているんだけれども、メイン機種に接続されることによって、カープレイにつながってしまうということになります。そうするとどうなるかと言いますと、この Wi-Fi スポットというものが、せっかく接続されているのがオフになってしまうということがありまして、また設定をし直さなきゃならないと、接続をし直さなきゃならない。そういった面倒な煩わしい作業というものが、必要になってしまうということがあります。なので、もう、あらかじめ、こちらのピカソが繋がるように設定をしておくことによって、冒頭でご紹介した作動というのが、可能になると、いうことになります。そちらの方を、一度試していただければと思います。二つ目の注目ポイントになるんですけれども、こちら。今、二分割にして、HDMI のイン側の機能を使ったんですが、実はこちらの機能というものは、いろんな使い方があるとは思うんですけれども、やはり一番大きな使い道は、地上波を使うと、いうことになります。今まで、ポッドキャストの AI ボックスで地上波が使えなかったというのがあって、ネットは見れるんだけれども、地上波が見れないとなると、非常に不満だという声をいただいたことがあります。で、今回のこの AI ボックス、ポッドキャストの PCS35 の一番大きな強みというのは、なんといってもこの HDMI の入力端子がついたということになります。それによって地上波が見れると、
まあ、いうこと。で、もちろんこれ分割になってるんですけど、分割にしたくないということなのであれば、このように、全画面で地上波を見るということも可能と、まあ、いうことで、地上波も見れて、ネットも見ることができると、まあ、いうことなので、もう、ネットしか見れないとか、地上波しか見れないとか言って、そういった不便を感じることなく、好きな番組を視聴することが可能と、まあ、いうことが、二つ目の大きな注目ポイントになります。さらに、動画や地上波が見れるだけではなくて、を見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、今、車、走らせている状態なんですが、特にテレビキャンセラーを使うことなく、YouTube が見れたりできますし、さらにこちら、HDMI の入力機能を使いますと、見てお分かりいただけると思うんですが、走っていている状態でも地上波が見れると、まあ、いうことで、テレビキャンセラーを使わなくても、YouTube や地上波が見れてしまうという特徴も持っておりますので、非常に楽に視聴ができてしまうというところも注目できるポイントになっております。で、それによって何がメリットがあるのかということになるわけなんですけれども、こちら、純正ナビが同時に使えるようになるということで、まあ、純正ナビずっと見てるわけじゃないんですけれども、目的地を設定していて、まあ、純正ナビの音声を聞きながら目的地に到達される方もいらっしゃると思います。まあ、そういったシチュエーションで AI ボックスを、まあ、このような形で、まあ、動画とか地上波とかを見ながら、こちらのナビも同時作動させるということができるということになります。テレビキャンセルをしてないので、まあ、このような形でしっかりと純正ナビも動いてくれる。ちなみにテレビキャンセルを入れるとどうなるかというのをご紹介するんですが、こうなります、はい、今ナビが動かなくなったのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、テレビキャンセルをしてしまうとこのようにナビが動かなくなってしまうということで、行き先が案内されなくなってしまうといった、まあ、そういった問題が出てきます。ですが AI ボックスを使うとテレビキャンセルを特に使っているわけではないので、純正ナビと同時で使用することができるという、そういった特徴も持っております。で、3つ目なんですけれども、最近私こちらの Chrome を実は使っております。で、今これすぐにこのラブーンというページが出てきたんですけれども、最近私こちらのラブーンの方のお仕事もさせていただいておりまして、まあ、動画のレビューであったり記事を書いたりしているんですけれども、動画をレビューするときに、まあ、どういったブログの内容だったんだっけなっていうことでこう確認することがあります。まあ、そういったときに、まあ、この、まあ、ブログを見たりすることがあるんですけれども、このようにメモリー機能がしっかりとついているということになります。で、通常パソコンとかですともちろんメモリー機能がついていたりはするんですけれども、 AI ボックスの中にはこういったメモリー機能がついてなかったりする機種も結構あったりします。ですけれども、まあ、こちらのピカソ2 Pro の PCS35 は、まあ、価格も結構するんですけれども、パソコンと同じようにこういったメモリー機能がついておりまして、一度閉じたところキャッシュがしっかりとこう残されていますので、Chrome を開いたら、今まで見ていたこういったサイトにたどり着けるということで、こういったところも非常に使いやすいところかなと思います。まあ、さらにキャッシュということで言うと、例えばこの YouTube なんかもそうなんですけれども、まあ、こういった Amazon Music を最近私聞くんですけれども、まあ、こういう感じで、ちゃんとポンと下にこう、過去に私これさっきまで聴いてた曲なんですけれども、まあ、こういった曲もしっかりと出てきてくれるので、またいちいち曲をこう探し直す必要というものもないということなので、まあ、こういったメモリー機能がついているということもこのオッドキャストの PCS35 の
注目すべき機能になっております。今までご紹介してきたのが、全席で使用した場合の注目ポイントになります。この、ポッドキャスト。こちらに HDMI 出力端子が付いていますので、後席でももちろん動画等が楽しむということができます。続きましては、後席での注目すべき機能についてご紹介をしていきたいと思います。その前によくあります、後席が映らないという問題がありますので、まずその設定についてご紹介をしていこうと思います。今、オーディオ選択という、このページを開いているんですけれども、まず後席をご覧になられる場合は、まずここを確認していただく必要がございます。で、後席のこの後席モニターをまずこのような形で開きます。そうしますと、まあ、私の車今パッとこう開いたんですけれども、映らないと言った場合も時たまあったりします。で、それはなぜかということなんですが、ここです。前後連動にしてしまっているケースがあって映らないという場合があります。で、この AI ボックスっていうのはどういう使い方をしているかと言いますと、今これ、このような形になって、前が Apple CarPlay、リアが HDMI という形になってるんですが、前が USB 接続をして、下 Apple CarPlay として映像が出力されていて、後席は Apple CarPlay ではなくて、あくまでも HDMI 出力になっていると、まあ、いうことになります。なので、全席連動にしてしまうと、前も後ろも Apple CarPlay になってしまうことになってしまうので、映らなくなってしまいます。そこのところを気をつけていただく必要っていうのがあります。じゃあ実際にそれをやってみたいと思うんですけれども、今このように、全席連動っていうことにしておりまして、そうすると前と後ろが Apple CarPlay になります。そうするとどうなるかと言いますと、こんな感じで後ろが映らなくなる。まあいうことになります。で、また戻します。そうしますと、このように戻すと今度はカープレイが前で後ろがオフという形になります。後席モニターが降りていてもオフになります。で、これを今度オンにする必要っていうのがあります。それはどうするかというと、ここを HDMI を選択する必要があります。そうするとこのように後ろが HDMI という形になりますので、このように見ていただきますと、後席も映るようになると、まあ、いう形になりますので、繰り返しになるんですけれども、AI ボックスの場合は、前が Apple CarPlay、リアが HDMI という、こういった形で使われるようになりますので、今一度、こういった状態で使われているのかどうかということを、まず確認していただく必要というのがあります。はい。まあ、そういった前提の中で、後席の注目すべき機能について見ていきたいと思います。まず一つ目なんですが、こちらのエアマウスを使うことによって、後席でも操作ができるようになるということになります。こちらの方は販売サイトを、まあ、見ていただけましたらお分かりになられると思いますので、まあ、そちらの方をご覧になっていただければと思います。こちらのリターンボタンとこの OK ボタン、こちらを長押しします。で、ここのボタンを押していただくことによって、すぐこのようにカーソルが出るようになります。で、このような形で操作することができるようになるということなので、まあ、後席で何かを選曲すると、動画を選ぶと、まあ、いうこともまあ可能と、まあ、いうことになりますので、後席機能の注目すべきポイントになります。もう一つなんですけれども、こちらになります。これ、エアマウスでもできるんですけれども、このキャストトゥ HDMI という、この機能がございます。で、これ何という機能かと言いますと、このように、今押したんですけれども、後ろを見ていただきますと、このように、先ほど見ていた画面、これが見れるようになります。で、これ先ほど見ていた画面で、で、前は、例えば、このホーム画面になりましたので、何か別のものを見たいという場合があると思うので、そういった時は、例えば、前が YouTube。で、後ろが先ほどの YouTube Music ということで、まあ、後ろで音楽を聴きたい。
でも前は自分の好きな動画を見たいと、まあ、いう場合もあったりすると思うので、まあ、そういった時に非常に重宝する機能になっていると、まあ、いうことになります。まあ、このように今、前が YouTube Music で、こちらが TVer と、こういった個別再生という機能になるんですけれども、このような形で前も後ろもネットをつなげて違う番組を見ると、まあ、いうことができるのが、このキャストと HDMI というものになっています。まあ、これが、この、ポッドキャストの PCS35 の注目すべき機能となっております。はい。ってことで、今回は、こちらになります、ポッドキャストの PCS35 のご紹介をさせていただきました。まあ、こちらの商品なんですけれども、HDMI の出力、それから、まあ、入力端子がつくようになって、地デジチューナー、別途必要にはなるんですけれども、そちらを使って、モニターに出力することによって、テレビキャンセラーなしでも地デジが見れる。で、さらに動画、ネット等が見れてしまう。もうこの1台で全てを集約してスマートに使うことができる画期的な商品となっております。で、こちらの商品なんですけれども、オッドキャストの正規代理店でもございます、コーセーさん、リリースしておりますので、ぜひ興味のある方は、概要欄の方を一度チェックしていただければと思います。それでは、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは、失礼をいたします。